郷原信夫の横浜から日本の権力を切る。今日はこれまでもこの番組に何回も出演していただいてます、医療ガバナンス研究所の理事長の神正弘さんにまたおいでいただきました、はい、今の、コロナ、感染爆発という状況の中で大変な世の中の反発を買った問題がありましたね。重症化をする恐れがない人は中等症でも入院をさせなくていいというようなことを突然菅首相が明らかにして、もう与野党ともこう猛反発が生じて、結局なんか少しそれ変更されましたね、この問題どう考えたらいいのかということをちょっとお聞きしたいんですが。私はもう患者視点ゼロで、多分そんなに与野党が反発しても変わらないと思いますよ。なぜかというとですね、目的が保健所の負担を減らすことを最優先したからなんです。住民の健康じゃないんですよ。この点がやっぱ日本で理解されてないんですが、世界のコロナ対策は医療なんです。医師と患者で患者を治すために頑張って、国も医師も保健所もみんな頑張るんですが、だから融通無限に対応できるんです。ところが日本は感染症法に基づく強制検査強制隔離で人権侵害を伴うので、もうガチガチに法律で規定してるんです。感染症法で、これは戦前の警察衛生警察の業務だったんですね。全て保健所でやんなきゃいけないことになってるんです。逆に言うと保健所に金と権限がつくんです。今保健所パンクしてますね、誰が見ても。別に病床が足りないわけじゃないんです。例えば今一番ホットな東京は公衆衛生危機に対応するがためにわざわざ特別な組織が作ってるんです。国立病院機構ナショナルセンター、尾身先生が理事長を務める地域医療推進機構でしたかね、JCOっていうんですが、その JCOと国立病院機構だけで3000ベッド持ってるんです。でコロナ用の病床はわずか1割、しかも稼働率はおよそ5割なんです。ここは公衆衛生危機に対応するって法律に書かれてて、毎年補助金も入れて、独法化するときは一等地の病院もタダで上げて持参金つけてるんです、でも言いませんよね。そうですね、すでに3000ベッドをそのために作ってて、たったの 5% ぐらいしか使ってないんですよ。で本当は入院患者そこに入れたらいいのに、やりたくないから中等症以下は家にいろって言ったんですよ。でそれならホテルに入れてあげたらいいですよね、ホテル寮って仕組みあるので。これも保健所の仕事なんで、なんと家にいて医師会が在宅しろって言ったんですよ。でそんな急変、患者の急変なんていうのは見てたら間に合わないんです。今日私がやってるメルマガに江東区の後輩の女医が投稿してくれて、酸素飽和度84個かな、もう今死んでもおかしくないですよ。保健所に電話したらウェイティングリストに載せるって言われたんですって本当ですか？本当です。でその女性は非常に実力がある人で、もう怒ってですね、私の患者にって地元の国会議員に電話したんですよ、柿沢水戸さん。柿沢さん即座に動いて空いてる病院に入れてくれたんです。これ患者を中心に、お医者さんも国会議員もみんなで頑張ればいいじゃないですか。結局その保健所のキャパっていうものがこう全ての、ネックにあってるっていうことなんですね。 そこを中心に考えるから、そこを通って初めて感染者と、感染者が入院できると、あるいはホテル利用できるということになるんで、そのどうしてもそれが増えれば増えるほど保健所が負担になる。その負担を減らすためにそこから外してしまう。そうです、自宅療養、こういう話ですか？ PCR 検査だってそうです。 PCR ができないので、だからクリニックできる抗原検査にしなさいって必死に誘導したんです、もう全部保健所、保健所のために。でもこれ一応感染症法で決まってて、一応そうしなきゃいけないんですよ。でね、厚生省の連中がおかしいのは、これ1月の感染症法改正でそこを何とかしろっていっぱい出たのに、そうですよね、そこは一切手を入れなかったんです。結局それが感染症村の話なんですね。村です。
まあもう去年から何回もね、あの神さんには来ていただいて、その感染症村の問題がまさに根本なんだと、はい、それがあるから日本のそのコロナ対策がダメなんだということをいろいろお聞きしてきたんですが、まあ、とうとうここに来てもう自宅療養がもう今東京都でも1万7000人超えてるという状況で、これからもう死者が相次いでもおかしくないですよね、はい、病状急変してこういう状況になっていることの原因も結局感染症村の問題だと。そうですいうことなんですね。国際標準と著しく異なる検査をしないでいいとか、うん、もうさまざまなデタラメを言ってきたんですよ、うん、で今先進国で感染者が増えてない国ってイギリスだけなんです、うん、だけど規制を強化している国は日本だけで、はるかに感染者が多い。例えばフランスなんか多いんですけど、オリンピック閉会式の中継ご覧になりました？大騒ぎしてましたよね。あれワクチンをみんな打って、だからワクチン打った人から社会活動をしようと言ってるんですよ。フランスが規制緩和した時って実はもう日本の方がはるかに今ワクチン打ってるんです。世界標準で言えば高齢のワクチンを打った方は普通に社会活動して大丈夫なんです。だけど強行に自粛自粛って飲食店とかいますね。あんなことしてる国も世界でないんです。で世界は冬場に向けて本格的にやるんですよ。なんか10、11ってちょっと小休止になるはずで、ということはその結局飲食店が自粛自粛と言って酒も出せない状態がずっと長期化しているのも感染症の問題ということなんですね。保健所の問題だということなんですね。今世界ではるかに感染症が多いんです。先進国は患者多いんです。ところが飲食店オープンしてるんです。例えばニューヨーク市は先週、飲食店を利用するスタッフ職員およびお客はワクチンを打つを義務付けたんです。逆に言うとワクチン打ったら自由に使えるんです、まあ、マスクとかそんなのあるかもしれませんよ。でも今の飲食店が悪の元凶だって、飲食店の経営なんとかとかこう営業禁止って言ってますよね。私が調べた限り飲食店がホットスポットは去年の春なんです。それはネイチャーに去年の暮れに出ました。それ以降はですね、なんと飲食店はもうホットスポットじゃないっていう論文の方が多いんですよ。そうですか。ああいうのはもう世界の常識の真反対を言って、学者としてあるまじき行為なんですね。しかしそういう話を聞くとですね、そのじゃあその感染症村にこだわってる人、それをずっとこう維持していこうとしてる人たちにとって、あとこれこのまま行ったら本当に自宅療養で死者が出てくるかもしれないじゃないですか。それよりも感染症村の方が大事なんですか？そりゃそうじゃないですか、だって専門家の会議の皆さんって臨床医の方 もう臨床業務されてないんで、だから自分の老後考えたポスト大切ですよね。子分たちもいるんで。だから感染症の専門家会議って去年の3月か4月になんとですね、地方衛生研究所も法定化しろって出したんですよ。感染症の専門家が自衛権を法定化して予算つけろってちょっと違和感ありません？公共事業あれって言ったのと一緒で、 PCR はしなくていいけど自衛権は法定化しろって言ったんですよ。いやちょっと本当にこの状態でですね、これから今比較的その死者が低い数字なんですけども、自宅療養がこんなに増えちゃうとこれから死者も増えるでしょうね。増えるでしょうね。救える命がお家で亡くなるんでしょうね。で、問題はこの夏がまだいいんですよ、この真冬にどうなるかで、世界は真冬に向けて今だと心配だから追加接種をやろうとしてるんです。だからもう日本ワクチン入ってこないんですよ。なるほど。需要が高まるので世界全く同じ状況で、だからワクチン節約ってネイチャーって、まあ世界中の研究者が読むのに、モデルナ製ワクチンは4分の1量でいいみたいな論文すら出るんです。こんな議論って全くお気になったことないですよね。そうですね。なるほど。やっぱり結局この感染症村の問題、保健所の問題がここまで今のその日本のコロナをめぐる現状を、まあ、ある意味じゃ蝕んでるということは本当深刻ですね。戦前の軍部と本当に似てきてるんです、うんうん、戦前の軍部は統帥権で暴走しましたよね。今は専門性で暴走してるんです。なるほどね。で、俗議員がもう安倍政権以降いなくなっちゃったので、
この選挙でみんな一斉に塩崎さんとか猪木さんとか一斉に引退しますよね、鴨下さんとか。なるほど。でさらにですね、この問題はもう官公労があるので保健所のことを野党も追及しないんですよ。あ、そうか、なるほど。日本の聖域になってるんですね。ですね、誰も言いませんでしょ。立憲も批判しませんよね。私今回は落選運動に、山中氏の落選運動に関して立憲を批判をしてますから。あ、いいですね、もうこれまで散々立憲あるいは民主党民進党に協力してきたんですけど、今回ばっかりはもう厳しく批判していく。その規範の一つですね、立憲がもっともっとそこのところを感染症村の問題、保健所の問題を徹底して追及していかないといけないわけですね。09年の新型インフルの時は、当時の民主党が千石義人さんとか鈴木寛さんも徹底批判したんです、で舛添要一さんが方向転換して、今は政治がまともに機能してないんですよ。なるほど。もう専門家が言うがまま、田村厚労大臣って多分言うがまま言ってると思いますよ。なるほど。だからあんなこと言ったので、ね、与党からもう選挙に負けるので猛反発出たじゃないですか。ちょっとその問題をこの秋の衆院選の一つの争点にすべきですね。いや本当にだって日本コロナで破産するんですもん、ね、そうですよね、だから今の自民党もダメ、立憲もダメ、ここ感染症村の問題にしっかり手をつけて、本当に国民の命が救えるように、そしてその飲食店の人たちがこんなひどい目に遭わないようにする本当のコロナ対策、本当にその問題の本質に目を向けてしっかり問題解決できるような、そういう政策を掲げた、そうですね、何かその政党とかですね、そういう政策集団というものができないとダメなんじゃないですかね。でもまあ世界グローバルスタンダードで普通にネイチャーやサイエンス読んでればいいんですよ、科学政策はイスラエルが圧倒的に早くて、合理的かつ現実的なんで、イギリスがちょっと遅れてやって、アメリカ遅れてやって、英仏やって、それぐらいでやっときゃ間に合うんで、多分オリジナリティとかもうほとんど今日本いらないんです、だけど多分それすら読んでないか理解できてないんです、なるほど。私が今落選運動をやってる、その対象の一人の山中武範さんという、自分ではコロナの専門家と、と言って有権者にアピールしてる方がいるんですけども、私ちょっといろいろこの人については疑問があって、医療者、そして医学研究者という立場からこの山中さんという人をどのようにご覧になるのか、率直なところをですね、神さんにお伺いしようと思うんですが、データサイエンスの専門家という触れ込みなんですね。で、実はその医学部教授なんですけども、医師ではないんですけど、そのことがあまりよく分かってない人も多くて、どういう専門の人なのか、どういう立場の人なのかということ自体まず改めて確認しとかないといけないと思うんですけども、そこはどうなんでしょうか。研究者なんですね、医学部の教授全員が臨床医じゃないんですよ、臨床系の、教室と基礎医学系があって、臨床系はもう全員が臨床医なんですが、基礎医学系は、臨床医じゃない研究者なんです、その中に医師免許をお持ちの方もいらっしゃるんですが、持ってない方もいらっしゃるんです、でこの山中先生の場合は生物統計学っていう、情報工学の専門の方で、2000年頃ですよね、急に、必要性が言われて、ちょうど私その当時、山中先生その後に来られたみたいですが、国立がんセンターに私も在籍していまして、がん対策基本法なんかできて、あの時に整備が進むんです、統計的な検定がいるって。でそういうのの一人で、主たる業務は臨床試験、特に治験の、製薬企業の治験の解析が主たる業務の人ですね、そうするとそういう立場の、統計を専門とする方ということですね、その治験などの統計処理を、その人がその今選挙では
私はコロナの専門家だと言ってて、もうものすごくそれを、アピールしてるんですけども、コロナの専門家という言い方はどうなんでしょうか。まあ、政治的な意味合いは分かりませんが、科学の世界ではそう思ってる人は多分誰もいないと思いますよ。彼は、データ解析の専門家で、別にコロナでもがんでも循環器でもなく、データの解析の専門家なんです。コロナウイルスの専門家ってのは普通は感染症とか呼吸器疾患とか、そういう方が多くて、あるいは基礎のウイルス学の方が多くて、そういう人だとは思われてませんね。そのコロナの専門家だということを、まあ、言う、まあ、一つのですね、まあ、きっかけになったのが、あの今年の5月に、中和抗体の研究とかいうので、マスコミに随分アピールしてですね、まあ、それが結構こう話題になったことがあって、横浜市大山中教授というのが、この中和抗体の研究について、この、まあ、山中氏のようなこう統計の専門の人が、その、まあ、記者会見で中心になってその研究成果をアピールするというのは、これよくあることなんでしょうか。当然あのウイルス学の専門の先生だと思ってたんですよ。あれはあの、まあ、簡単に言うと、ワクチン打った人の血を抜いて研究室で抗体価を測るって、まあ、基礎的な検討なんです。まあ、普通は臨床医もしない、言わないし、ましてや生物統計のデータを解析する人が言ったりしないので、まあ、基礎の先生と思ってて、今回お聞きするとびっくりしましたね。あのあれは基礎研究の仕事で、まあ、おそらく大学でしたら普通あれ大学院生がやるんです。だからそこの院生に発表させてあげるか、あるいはその教授が言うので、それをこう統計家が言うっていうのはちょっとこう我々の業界から言うとちょっと一線を越えちゃってるんですよ。私たちも国立がんセンター時代に生物統計の亡くなる大橋康夫先生とか有名な先生おられたんで、東大教授されて、表に出ないんですよ。我々は縁の下の力持ちであると、あくまで、患者さんが大切なんだから、まあ、臨床医の先生が発表しないとダメだって、あの医学研究は患者のためにやるので、統計家が前に出ちゃいけないとおっしゃってたんですね。そうですよね、はい、いやその質問をされた時に、まあ、当然答えないといけないわけですよね、記者会見ですから、その時にその中和抗体が1年後も残ってたか残ってなかったかというような話っていうのは、その医学的な専門の話ですよね。はい、中和抗体っていうものをこう評価したわけですよね。その実験結果をどういうふうに見るのかっていう話で、それはその統計処理の話ではないですよね。そこね、非常に慎重に、記者会見っていうのは一般市民を対象に言うので、中和抗体の数字だけ言うとそれが一人歩きするんですよ。ちょうど今酸素飽和度95以上は大丈夫だ、一人歩きしてますよね。酸素飽和度は例えば呼吸不全のマーカーの一つなんですね。あれだけで切っちゃいけないんですよ。あの免疫力も同じで、中和抗体だけで言えることって本当に限界があるんです。だから普通は、熟練した、基礎研究の免疫の専門の先生か、まあ、臨床医が、一般に喋るときは相当限界がある、限界があると言わなきゃいけないんです。画期的な研究なんていう、まあ、私も見ててもあれ画期的な研究ってなレベルじゃないんですよ。まあ、一つの参考資料なんですね。現に中和抗体があっても感染する人はいるし、それ以外の免疫、中和抗体以外の免疫は非常に重要なことも分かってますから、あの私自身もすごい違和感を持って聞いたんですが、そういう背景、専門家じゃない方が言ってるっていうのを聞くと、まあ、納得はしますよね。やはりそういう研究成果をこうメディアに出てですね、こう世の中の、まあ、言っても素人の人たちに広めるというのは、やはりよほどその責任を持ったその臨床的な裏付けとかちゃんとした専門的なコメントができる人じゃないといけないはずですよね。そのウイルス学とかその中和抗体っていうものそのものについて。ところがそうじゃないわけですね。単にこう統計的な面で関わっただけの人が、あたかもその研究の中心であったかのように表に出てそれを言うというのは、ちょっとそのなんかこう
職域的には一線を越えてしまっている感じがあるし、はい、これはちょっと問題ではないかと思うんですよね。まあ、2つの意味で問題なんですよね。あの中和抗体はとても大切なデータなんですが、うん、まあ、単なる判断材料の1個にか過ぎないものをこう非常に強調して、まあ、プロならいいですよ、うん、で感染症学会には相手もプロなのでちょっとそれは限界あるねって分かりますけどね、うん、非常に問題です。でもう一個はですね、やっぱりアカデミアの中っていうのは IT を立てるんですよ、共同研究するので、うん、やっぱこの仕事は普通に考えてみればその基礎の研究室の仕事です、うん、私がまあいろいろご指導で大橋教授は臨床試験ってのは臨床科の仕事だから統計科ももちろん入るけど、あくまで発表するのはお医者さんが発表しなきゃって、うん、そういう仕事を取り上げるっていう形になってるので、うん、普通の教授は言われても断るんですよ、うん、もう先生のところの仕事ですと、うん、で記者会見に出るってのは私の知ってる限りではそういう人は私は大学卒業して30年ですけど見たことないんですよね、うん、まあ、せいぜい記者会見に同席して、うん、統計関係について聞かれた時にはそれについて答えるという程度ですよね、うん、はい、ところがむしろもう完全に中止になってるわけです、うん、そこでその、うん、中和抗体の研究成果を発表した、横浜市大山中教授っていうのをあちこちのメディアでこう名前を打ったんで、それをまあ一つのこう、アピール材料にして今回コロナ専門家ということで横浜市長選挙に出てきてるわけです。まあ、メディアも今更引けないんですね、報じちゃったのか。まあそういった面で、まあ、医療者医学研究者の立場からもやっぱり違和感があると、今回 の、うん、山中武春氏の、ま、が市長選を目指していると、うん、まあ、市長になろうとしていることについてはそういうふうにな感触を持ちだということですね、うん、まあ、自己顕示欲が非常に強いんだなというのは感じますね、うん、まあ、私もまあ、いろんな問題を指摘をして、うん、まあ、本当に市長選というのは4年間の市政を、まあ、預ける人を選ぶということですから、うん、まあ、私はそういうその消極的な、面での評価、うん、市長になるべきではない人物じゃないかという評価をいろいろですね提示して、まあ、最終的にはもう市民有権者が判断すべきことですから、うん、正しい判断をしてもらおうと思っているところなんですが、まあ、今日は上先生からもそういう、はい、専門の立場からいろいろお話をお聞きして参考になりました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。